前回のカズクラ、カズクラワールドのアップデートということで、ついにデルタ地帯が出来上がるみたい。意味わからないけど、そう、現世の世界にデルタだ。デルタのあの岩をいっぱい並べて、マグマを並べるだけでガチデルタです。これもう私のワールド、ネザーです。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。どうも。いやいやいや、もうデルタも出来上がり、着々とパワーアップはしているようだ。ただ黒曜石スポット、これはよろしくないので、毎日少しずつこれやるようにしてるんですよ。こんだけ分今日10個ぐらいやろうかな。頑張っちゃおうかな。いやー、こういうね、少しずつ頑張るだけなんです。少しずつ頑張ればね、終わるよ。夏休みの宿題も終わる終わる。まだ終わってないの？終わってない人いる？もう夏休み終わったのに？嘘だろ嘘だろ。カズクラもそれだった。大丈夫、うん、大丈夫だ。こういうとこから水がパー来るとき困るから、こういう受け口を一箇所作っとくと、なんとかなることあんのかな。これペッペッペーってここに落ちていくとか、まあまあ、今度受け口に なるでしょう。さあさあ、こんだけ今日はちょっと頑張るな。3点ぐらいになんとか完全補修できるんじゃないんかなって思ってるんやって。やっぱ無理はダメさ、無理は。うん、ほんで勝村さん、なんとですよ、沖縄、あの今週2回沖縄方面やね。沖縄方面の、ただ台風がごちゃごちゃしてて、あのちょっとそこだけわからんないけど、沖縄の方に2度も行こうと思うんや。お仕事とで、あの2回行くことで何よりポイントが…何？ちょっと待って、誰？あ、おい、こら、うーじゃないし、お前何やって、あーもう、なんでこんなことなるんだって。あいつ何しに来たんやし、もう切れたわ。いや、もう悪意を持ってるのに絶対ダメだよ。いろんな理由でさ、そういうこともあるから。あ、これほら、お前はもうずっとそんな前や。もう今回シーズン終わるまで、もうずっとこのまんま入れてやる。お前、おらああ、切れたわ。何やったの今の。昨日も一昨日も、いや、これ頑張って少し、何やったの一体。これ理由としては、上カチッて踏まれて、あの水がね、タラちゃんになってる、これ踏まれ続けたんですよ。だからこうなったっていうね。あの毎回消さんとあかんかったっていうのが問題で、消してたらこんかったのよ。なんていうことやとね。ほんで、そうだ、そろそろ商売始めようかなと思ってね。結構な量がね、これできたと思うんだわ。商売始めるのに適してるぐらいの、ついにできたと思うんだって。うん、これで一攫千金を目指していこうと思うんだけど、まず、今回、このスーパーハイテクマシン、これを使うこと、今何がね起きてるのかというと、すごいことしか起きてないね。まあ、こうやってもうどんどんこの泥を溜めていってる。こうやってガシャンガシャンいってるんですよ。これガシャン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 、この先の未来ね、もうみんな見てるかもしれんけど、この先の未来、ちょっとゆっくりだけど、ちょっと待ってて、見てよ、大変ですよ。さあ、というわけで、こんな感じで、間違いなく泥がね、めちゃくちゃ溜めれる、ワールドになってしまいました、泥が。で、この泥を使って、このブロックを作るというね、養殖ですね。はい、というわけで今回はこの泥ブロックを売ろうかなと。まあ、ちょっと早速作っていきますか。結構これ大変かもかな。こういう商売です。泥をいっぱい作って、いや、これ大変だからね、この泥作るの。はい、よっこいしょ。で、また泥を取って、やべ、まあ相当量あるからね。んなら一旦これ持ってね、泥の販売所を、ちょっと作ろうかなとね。多分今現時点で、まあ、分かりやすい位置で言うと、あれ降りたとこだね。降りたところにちょっとね、販売所作っていこうかと思いますのでね。はい、早速ね、はい、こちらの方行ってみたいなと思います。ここですね、泥の販売所。はい、ここ降りてきまして、どこに作ろう、泥の販売所。ここら辺でもいいんだけどな。あ、というわけで、はい、早速
はい、早速ちょっと作っていきたいなと思いますね。はい、販売所です。販売所、夢に見た販売所を、作っていこうかなと思いますんでね。はい、泥の販売所、分かりやすく、ガシガシ、作っていきたいなと思います。ここ降りてきました。あ、泥売り場やみたいな、分かりやすいよね。ここ間違いなく泥売り場やみたいな感じの雰囲気にね、しておきましょう。これさあ、この泥だけでね、作り上げられたね、最高のね、泥売り場でございますよ。売り場できたわ。まあ、ここからも入れるし、ここからも入れるしみたいな、片食いでやっとくか。これちょっとギリギリまで、ここもなんか、わー、なんか昔なんかやってたな、これ。丸石製造機やな、丸石製造機。丸石製造機はまあ置いときます。まあ、また将来使う可能性あるからね。置いときまして、ちょっとこの間っこに使ってるブロックがちょこちょこ違うんだけど、まあ置いといてくれ。完璧すぐる。さらに私はここでこういうへこみを出すという裏技にチャレンジしてしまうのである。いやー、オッケー。さあ、というわけで、今後ここに貯めて、行こうかと思う。で、横にいらないものをね、いらないものじゃない、褒美、お返しのものを入れてくれと。お返しボックスということで、横に、お返しボックスをやっとこうか。はい、泥交換所、好きなだけどうぞ。で、ほいで、掘った鉄入れ、これです、重要なのはね。アイアンなんとかじゃない、掘った気持ちの詰まった鉄を私は欲しがってるんだ。これもうちょっと泥、まあ、将来的に作っておきたいなぁな。ほんで、看板一番、まあやってくれそうなのは、マウニ大体のところにだけちょっと行ってこうか。みんなのところの分かると思う。泥交易始めましたということでね。さあ、というわけで、ここの看板に貼れば、まあでもマウニさんあるだろうな。まあ、一回、そんなもん。すごいこと、マウニーさんのワールドやっぱ相変わらずすごいことね。もうなんかがすごい。なんかもうすごいよ。大体なんかもう、ね、もうここに、やっとこう。よーし、オッケーだ。はぁ、というわけで、いやーもう今週はね、もう出張ラッシュということでね、もう一週間いないと言ってもいいぐらいなので、はい。実際いないんですよ、私。ちょっと溜めてます。いろんなとこちょっとお仕事久々に出かけておりましてね。はい。ここでやられないことだけ。ちなみにこれ、このしゃがみながら、ヒューって乗ると、ほら、ヒューって乗ったりすると、落下ダメージがね、受けないから、ぜひ皆さんも試してみてください。というわけでまた皆さんお会いいたしましょう。じゃあのー、泥攻撃で儲けたい。